ベンチャーってどう研究すればいいの？見つけ方は？授業疲れた。今日は何やるの？今日はベンチャーをやるよ。ベンチャー、なんとなくイケイケなイメージがあるね。最近ベンチャーに新卒で入るって人も多いよな。ちょっと興味あるかも。うんうん。まず2人に聞きたいんだけど、ベンチャーって何のことを指してると思う？まだ出来たての会社みたいな。新しい技術を活用してるイメージがあるな。うんうん。がっちりとした定義はないんだけど、新技術や革新的なビジネスモデルを核として急速な成長を目指す新興企業ってのが一般的なベンチャーを指すところかな。まあそんなところだろうな。でもこの定義もちょっと乱暴ではあるんだよね。例えばさ、新規事業を次々に立ててるベンチャーとか、新技術はないけど成長してる中小企業とかはベンチャーに入るのかな、入らないのかな。まあつまりベンチャーを定義でカチッと決めるのは不可能に近いってことだね。じゃあどうすればいいのさ。重要なのはベンチャーかベンチャーじゃないかの二択じゃなくて、企業が今どのフェーズにあるかってことだね。企業から上場後まで大きく分けてシード、アーリー、ミドル、レイター、上場後の5段階がある。なんか聞いたことある気もする。でしょ。この5段階のフェーズでそれぞれどんな特徴があるのかを知る必要があるね。というわけで一つ一つ見ていこう。まずはシード、アーリー。ここは立ち上げ初期のフェーズで、社員数は数人から30人程度の段階だね。まさに新興企業って感じ。うんうん。ここはまさに0から1のフェーズで、少数メンバーで市場ニーズに向き合ったサービスを模索する段階だ。人数が少ないからこそ経営者目線でサービス開発できたり、ビジネスモデルの設計ができたりっていう経験ができるね。ただ一方で困難ももちろんある。その代表例が資金調達だね。他社から資金調達ができればいいけど、新興企業ではなかなかそうもいかず、毎月収支とにらめっこするってわけだ。せっかくいいビジネスモデルだったのに資金繰りがうまくいかなかったみたいな話も聞くもんな。確かにそれは怖いね。次がミドル。ここはサービスができて社員数30人から50人にまで増えてきたって段階だね。ここでは生まれたサービスをとにかく伸ばすことに注力する。抱えている資金や人材を投下してサービスの成長を図っていくんだ。また組織としても拡大してきてるから、メンバーが各々裁量と責任を持って事業に関わる段階でもあるね。次はレイター。これは社員数が51人から150人程度まで増えてきて、組織体制の整備や事業運営の効率化、新規事業の展開に目が向いてくる頃だね。例えば増えてきた人員が縦割りされて組織化されたり、新規事業の設立のためにより専門的な知識、経験を持つ人員が求められたりする。もちろん企業によって千差万別だけどね。ワクワクするフェーズだね。そして最後に上場後。ここでは経営安定が必須だから、経営体制はもちろん複数にまたがる事業を安定して運用することが求められる。確かに上場後は投資家の目もあるもんな。まさに投資家を納得させる事業展開や企業運営ができなかったら、金融マーケットからの評価は下がる一方だからね。上場してからもすごい大変じゃん。ただ一方で上場したことで得た資金を活用してこれまでできなかった戦略に乗り出すことができるよね。例えば M&A や他社への出資、あるいは大規模な広告キャンペーンだったりね。ここまでが企業のフェーズ5段階だよ。フェーズもそれぞれの違いも全然知らなかったよ。でもベンチャーがみんなこんな風に成長するとは限らないよね。大手の方が安定ってイメージあるしな。そうだね。その辺の疑問も解説していこうか。ベンチャー就活でよく出てくる話題としてこの2つが挙げられると思うんだ。安定の大手がやりがいのベンチャーかって話と、いいベンチャーってどんな企業って話。確かに気になるな。それぞれ解説していくよ。まずは前者から。
そもそも安定ってなんだろうって話だけど、今回は安定イコール倒産率の低さと考えよう。ベンチャーって数年経てば多くが倒産するって思われがちだけど、意外とそうでもなくて、創業5年後の企業生存率は 81.7% って言われてるんだ。へえ、意外と高いんだな。もっと倒産してるのかと思った。だよね。ただこのデータはあくまで倒産するかしないかの話だから、企業が成長してるかは別の話って点は注意してね。確かに倒産してないけど成長もしてないって企業もあるだろうしな。それから上場企業はやっぱり倒産率がとても低いってデータがある。ベンチャーの倒産率が意外と低いとはいえ、上場企業と比べると差は確かにあるから、そこは個人がどう捉えるかだね。次にやりがいの話をしよう。ベンチャーはやりがいって話が出るけど、そもそもやりがいって抽象的すぎるから、きちんと言語化しないと意味がないよね。確かに。例えば裁量権とかはやりがいじゃない？あとは困難を乗り越えた時とかやりがい感じそうだな。うんうん。他にも高い給与とかね。企業によるよねって前提はあるとして、それぞれのやりがいを実際に比べてみよう。まず裁量権。ベンチャーは若手のうちに大役を任せられる反面、資金の都合上事業規模が小さいって可能性がある。一方、大手企業は資金が潤沢であればあるほど大規模な案件を扱えるけど、一方で研修を含め下積みが一定期間あるよね。確かに裁量権って言っても若手のうちから携われたら OK ってわけでもないよな。下積みが長いからこそ大きい案件に向き合えるってのもあるだろうし。そうかな。若いうちから案件に深く関われる方が自分の成長につながりそうだけど。二人とも意見が違うね。これはどっちが正しいとかじゃなくて、要は裁量権一つでも人によって重視するところが違うって話だね。確かにそうなのかも。次に困難さだね。ベンチャーは起業するにあたって必要な困難を経験できる可能性がある一方で、事業とは関係ない領域の困難に向き合う必要もあるね。一方で大企業は比較的事業や業務に集中できる一方で、経営層レベルが向き合う困難は認知しづらいって点がある。これも人によりそうだな。将来起業したいかどうかってのも関わってきそうだし。その通りだね。次に高い給与だけど、これは本当に企業によるね。そうなの？大手が給与は高いと思うけど。その傾向はあるかもな。だけど結局は利益と社員数のバランスだからな。利益がどんだけ大きくても社員数も多ければ給与が高いとは限らないし、逆に利益が小さくても社員数が数人だったら給与も高くなるだろ。そうだね。まあ給与に関しては自分で調べるのも簡単だし、チェックしておくのが大切だね。まあこんな風に一概に安定やりがいって言っても人それぞれ違うし、大企業ベンチャーだけじゃくくりきれないってのが分かったかな。難しかったけど確かにって思ったよ。次はいいベンチャーとはって話を見ていこうか。前提としてこの項目は重要な一方で、当てはまってるから絶対大丈夫ってわけでも、当てはまってないから良くないってわけでもないから、そこだけ注意してね。論点は3つ。市場成長率と企業成長率の比較、募集要項や売り文句と実態の乖離を確認、そして市場評価をチェックするだね。なんか難しそう。まず市場成長率と企業成長率の比較だね。これをさらに分解すると2つに分けられる。まず1つに、その市場がそもそも成長が見込める業界かってところだね。なるほど。そもそも市場自体の成長が見込めないと企業の成長も見込めないしな。成長していないと若手に機会も与えづらくなるよな。そうそう。市場を変える、新しく作り出すっていった企業もあるけど稀だからね。もう一つが、その企業が市場より早く成長しているかだね。どういうこと？急成長中のベンチャーであっても実際は市場の成長に引っ張られてるだけって可能性があるってことだね。確かにそれはあるかもな。なるほどね。でもこういうのってどうやって見分けたらいいの？正直難しいところではあるね。ただ業界の市場規模や成長率なんかは調べたら統計データが出てくるし、ベンチャー企業の情報を積極的に発信してるメディアを活用すれば、新技術で競争力を確保してる企業の情報は得られるよ。大変そう。でもやってみるよ。次は募集要項、売り文句と実態の乖離を確認することだね。
さっきやりがいの話をしたように、自分が求める条件と企業が求める能力や提示する条件がマッチするか吟味することが大切って話が一つ目。それから二つ目が、抽象的な言葉を鵜呑みにしすぎないってこと。例えば裁量権って言葉が売り文句に使われていても、実際にどんなことができるのか、何年目でできるのかを把握しておくことが大切だね。これをどうすればいいかって話だけど、まず逆質問や説明会での質問の機会を活用して気になるところを深掘りするのが大切だね。それからベンチャーは長期インターンを募集しているところも多いから、実際に勤務してみるってのもいいかも。確かに気になる企業があるなら長期インターンとして内情を見ておくのはありだな。そして最後に市場評価をチェックすること。これは上場前のフェーズだとなかなか難しいかもしれないけど、外部から出資を受けてるのかっていうのは貴重な判断軸の一つだね。確かにな、ベンチャーキャピタルとかファンドっていわば企業価値判断の専門家だし、そこが出資してるなら成長が見込めそう。その通りだね。ただあくまで可能性の話だから、絶対に成長するとは言い切れないから注意ね。また難しそうな話、これも調べたら出る？うん、出資を受けてるってのが前提だけど、受けている場合は企業名プラス資金調達って語句で検索すれば出てくるはずだよ。まあ企業として一つのアピールポイントでもあるし、公表されてる可能性は高いだろうな。長くなったけど、今日はこれでベンチャーの解説は終わりにしよっか。どうだった？フェーズの話とかやりがいの言語化とか大切だなと思った。一括りにするのは危険だし、実際に自分で見てみるよ。いいベンチャーの見極め方ってのも重要だったな。よかった。じゃあそろそろ授業だし、今日はこの辺で終わり。